ちは。こんにちは。さて、はい、この番組恒例の、はい、と言っちゃえ変だけど、はい、出たじゃない、出たじゃない。大好きなんですね。出たじゃない、大好き。恒例の。ゲストライン。ゲストライン。まず全体もいいんだけど、はい、やっぱこう、チーム、ヤクルト。のベストナイン、ちょっと聞いてみたいよね。ヤクルト、あ、想像できる。先輩方もっていうこと、ね、もちろんもちろんもちろん。でもまあ自分がやってる時のある程度見えじゃないと、ね、分からない、分かんないですもんね、うん、だからまあそれでも、うん、ただ後で問題を醸し出さないよね。まあそうなんですよ、ね、もう深夜俺は入ってないとかね。まあポット忘れる時あるからね。そうですよね、忘れる時は。でもまあいいやね。ちっちゃい。まあそうだね。そうだね。首刺しを。そうです、ね。首刺しを。じゃあまずさあピッチャー。ピッチャーからいきます。ピッチャー石川かな。ああ。これはねちょっとジョーも入ってるんですけど。いや俺も俺ねそれ言ってくれたら涙が出るぐらい嬉しいんだよ。大好きなピッチャーなんだ石川。ジョーもあるんですけど、やっぱあのちっちゃい体で160勝以上してるっていうのは。やっぱり恵まれた人とはやっぱり違うと思うんですよ、体的にね。で、まあ、彼は、まあ、いい話で言うと去年の12月少年野球うちの息子を子供らが送ってる時に朝6時半ですよ、ね、あの港区のあの辺でなんか見たことあるなと思ってパッと見たら石川走ってるんですよ。朝オフの期間10キロ走ってるんですって。でそんなん見てもう冗談でバーッて石川って言って来年5勝でもう1年って言って冗談で言いましたけどやっぱりそのそういう姿勢とかね、まあ成績ももちろんそうですけど、やっぱり彼かな、うん、そうだよな。ここにすごい出ちゃった。いや俺もあの小さな体でずっとローテーション守るんだよ。すごいことですよ。すごいことだと思う。やっぱり6連敗7連敗くらいした時、まあ一緒に現役でやってて、はい、なかなか勝てない時も、うん、大体ねみんなどっかおかしいとか言うんですよ、はい、でちょっとファームいったり調整したりするんですけど、彼は逃げないです。どんだけ悪くても絶対投げます。弱音とか吐かないんですか？吐かないです。いやーすごいと思う。石川だと思う。でも8回もやったんだね。納得です。はい。キャッチャー。キャッチャーも古いです。そうだね。これはもう日本で一番だ、ね。まあそうだね。もう言うことないです。もう言うことなしです。もうやっぱり80年90年のプロ野球の歴史の中で僕はナンバーワンだと。あのさショートやってたじゃない、はい、で自分が盗塁の時入らなきゃいけないじゃん、はい、取ってからめちゃくちゃ速かったでしょ、はい、でスピードもあるしコントロールもあったし、はい、入り遅れたことってない。でもタイミングはその辺に来るから大丈夫です。ちょっと遅れてる。ああこんなんじゃないもん、ね、ない絶対もう大体この辺に来ますから。ああなるほどね。ここにも来ないですからね。あこの辺に来ますから。低めに来るよね。すごい。だから全然そこのあれはなかったし、まあ本当に僕がある程度慣れて出てきた時なんかはサインなしで空振りした時に入れた時にパッと入って投げてくるみたいなもできましたから、やっぱりその古田さんみたいなのすごいと思います。なるほど。まあバッテリー納得だわ。もう石川投手と古田、もう石川が出た時点で納得なんだけどね。ちょっと目がやっぱ潤ってきちゃいましたよね。はい、ファーストは外国人も入れていいと思います。いや入れない、入れない、うん、あ、オール日本人でじゃあ多分その方がいいと思う、うん、まあ入れてもいいけどね、監督チームだと。まあ僕が一緒にやった中で言うと、まあ、外国人が多いんでがっつりレギュラーでってなると僕はもうイメージしかないですけど、広瀬さん。あ、日本人出てるなら、ね、外人入れていいならもうペタジーニです。ペタジーニ、ペタジーニ一緒にやってんの。いやもうバリバリ。そうだっけ。いや奥さんも年上だからさ、だいぶ上かなとか思って。あの同級生のっていう、そうそう、子供の同級生ね。そうそう、もうそのイメージがやっぱペタジーニ。そうだね、うん、ヤクルトはやっぱり外国人選手のイメージがすごいあります。ペタジーニの、うん、奥さんに似てない。ちょっと感じありますね。感じあるよ。オルガ夫人。オルガ夫人。オルガ夫人。私オルガ夫人だったもしかして。いやなんかメイクも。本当ですか。じゃあオルガ夫人でいいんだよ。やめてちょっと待って。オルガさんにしますか。あそう。やっぱじゃあペタ今ペタジーニどうしてるんですか。いやまだ仲良くってこないな、なんかね某テレビ局でやってましたよ。あそうなんです。離婚の噂があったんですよね。
あ、そうなの、はい、で、してませんよっていう、うん、はい、うん、もうおばあちゃんです、本当に。おばあちゃん、おばあちゃん、おるよ。だってもうあれから言ったら15年、20年経ったらもう70とか、あ、結構もうね、もう80近い。だから検索して調べてくれる、今、昔の将来の私みたいな。ちょっとオルガフに目指してね、頑張ります。はい、セカンド、セカンドはまあ山田なんでしょうね。まあ僕は一緒にプレーとしてはほぼやってないですけど、まあ、まあ成績を見るとね、まあ、山田ですね、はい、サード、サード、ここは難しいですね。サードってピンとこないよね。いやいや、いますよ。いる、誰、例えば岩村池山さん。ああ、僕、すいません、僕ショート自分で、いや、入れられたら、そう、池山さんはコンバートだよね。そうですね、でもやっぱりその両方ともやってる、やってますよ。池山はちょっとでしょ。いや、ちょっとで、僕が入ってサード回ったんで。あ、そういうこと。僕が入った時はまだショートでレギュラーで、うん、まあいろんな体のことも含めて、うん、僕がショートに入ってサードに行ったので、まあでも岩村もやっぱり日本人離れしたというか、あ、そうなんだ。もう守備も最初はまあ全然ダメでしたけど、やっぱ上手くなりましたし、ね、肩も強いしね、やっぱり岩村かな。池山じゃない、うん、メジャーリーガーですからね、まあ、まあまあ、そうなったら僕外して池山さんショートにします。いや、そこは外せないだろう。いやいや、でもまあショートであんだけホームランついてるのがすごいですからね。まあ確かにね、うん、サード岩村ですね。岩村、なるほど。ショート、ショート池山さんにしております。いや、なんでなんで、いや、そこは、うん、そこはサードという位置づけをしたんだから、池山は。いいですか、じゃあ宮本です。そこですよね。宮本の良かったところって何。まあ言っても単純守備じゃないですか。守備だと思いますよ。いや、いや、それは日本を代表するショートだからね、はい、いや、あの当時で言ったら多分一番うまかったですよ、僕は。いや、そうです。いやいや、いや、でもさ、笑いにしてください。いや、全然笑いにできない。真剣に、そこは5年連続ゴールデングラブ。だって井端が、はい、深夜からゴールデングラブを取りたくて、奪い取りたくて一生懸命やったっていうんだもん、うんうん、そのぐらいやっぱ憧れた選手だね。でも入った時に、あ、この人の守備はって思った人はいるの。あ、プロ入ったんですか。参考にしようって思った人、他の球団でもですか。ああ、やっぱ、あ、うまいなと思ったのはやっぱり、あの年で、まあ、あの当時で言うと奈良原さんと進藤さんかな。進藤曲がったよな。曲がった。うん。奈良さんもがっつりレギュラーじゃなかった、ね。まあまあ確かにね。だからまあ守備の上手い選手結構いましたよね。うん、ね、でも進藤がやっぱ高校の時太陽に入ってきた時に、あ、こいつにはかなわないと思った。うん、あ、そこから。あ、うまいと思ったの。これ何にも教えることないなっていう感じの守備だった。うん、ただスローイングが器用じゃない。横から投げたりとかできないんだよ。取った位置から投げれない。あ、そこがちょっと一つ難点だったけどね、うん、まあ、ショートが宮本慎也、はい、ね、じゃあ外野3人、若松さん、うん、これはやっぱ本当のレジェンドだ、ね、まあそうだな、一緒にはやってないですけど、若松さん、青木、うん、ちょっとちっちゃいね、ヤクルトの外野手って、うん、そう、そうですね、ごっつい感じの外野ってあんまりいないですね、そうやって考えると。なあ、いないですね、うん、若松さんもちっちゃいし、青木もちっちゃいし、ちっちゃいですね。あとだやっぱり飯田さんがあるんじゃないですか、センター飯田、ちっちゃいね、目は小柄な選手です。飯田さんはすごかったです、いや、身体能力すごいよ。飯田さんが練習したらもう多分もっとすごかったと思います。ああ、そう、練習しなかった、全然しない。あ、あまりこう営業妨害になって、いや全然いい。もうほんとね、ただ打球法だけはもう人の倍3倍やってましたね。ああ、そう、はい、もうずっと打球法してました、うん、好きなんだよ、うん、多分そうだと思いますね。だって東京ドームのフェンス登って取ろうとしたんですよ。そうです、あの、超えたんですよ。え、そうなんですか。パンパーンってジャンプしたらちょっと超えたんですよ。あ、映像残ってると思うんですよ。スパイダーマンみたいですね。本当に。そうそう。すごい身体の。出ないですか。出ないですか。なんか映像皆さん。お金がかかる。権利の問題がある。じゃあちょっとお金ができるまで待って。もうちょっと再生回数を。あ、
です、三田さん。で、ま、もう一つね、まあ、自分が関わった監督って何？野村さん、若松さん、古田さん、高田さん、小川さん、5人です。この5人の中でベストの監督は誰？ベスト、ちょっと野村さんって言わないしょうがない。そうですか。しょうがない。いやいや言わなきゃしょうがない。僕でもね、もうちょっと長くやりたかったです。やっぱり僕4年間なんですよ、野村さんと。野村さんは9年からやってるんですけど、僕はもう半分もやってないんで、だからその1回ぐらい褒められたかったですよね。褒められたことないから、野村さん、はい、だからもう本当野村さんにプロでできる、なんていうんですかね、その基礎というか、そういうのを教えてもらったので、本当足向けて寝れないし、で、まああの時なんかで言うと、そのアイディア野球って言って、まあ、ちょっと一歩先を行ってたじゃないですか、だからそういうところで僕らは叩き込まれて有利になったっていう部分はすごくあるので、やっぱ頭で野球をやったという、そうです ね練習量もさることながら、はい、やっぱ頭を使ってやれということ。